インタビュー。こんにちは、堀真奈です。インタビューこの番組は YouTube とポッドキャスト各プラットフォームよりお送りしています、えー。YouTube のチャンネル登録、ポッドキャストの番組のフォロー、皆様よろしくお願いいたします。 とということで1月11日、1月もだいぶ半ばになってきましたが、最近私、コンビニでハマってるものがあって、セブンイレブンが私、コンビニの中でね一番好きなの。最強だよね。最強だよね。っていうのか、別にあのスポンサードいただいてませんが、はい。意外 <laughs>、ね、関係はありませんが、まあ、だから言いたいこと言です。<laughs> そうお惣菜とかねもいろいろおいしいし、全部好きなんですけど、最近セブンイレブンがスムージー始めたの知。ね、ああ知らない。あ,あ、そうなんだ。 そうなんです。なんかカフェラテみたいなのはこう有名でよくあったあ、うん、コーヒーはね、あるよね。うんうん、そうそうそう。そあ,そあそこにあそこにあるのもう一個。なんかその作るのができてるのか。そうなんです。なんか都内だけだと思うんですけど、<ー>今。僕、田舎者なんで、マナさんみたいにちょっと都会の人じゃないて。私も千葉だから、全然田舎なんですけどね。<laughs> あ, <laughs> あ、本当。そうそうそう。なんか、あのー、アイスコーナーみたいなところに、はい、こフルーツが。 凍って入ってて入るカップあってあじゃあアイスコーヒー作るときもあのアイスコーヒーの元のあるから <laughs> なんかあの辺の並びにあるとかそう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 <ー>でそれでスムージー専用の機械に入れると,あのこ,うとこうやって入れてあうん、うん、そのままケースのままこう差し込むのえでもさいわゆるそのえっ、ー、とアイスボックスみたいなその中にまず固まった果物が入ってるんですか、うん、そうです冷凍のフルーツがフルルーーツツが入って ででそれをなんかかき混ぜないとスムージーにならないですよね。かきあ、ごめんなさい。最後まで話聞きます。どどちょっと言葉だけで説明してください。音声でわかる方にも。もしかしたら多分蓋を開けるか開けないかはいやえっとですねそのままですねそのまま入れるとカポってなんかこう機械が降りてきて、うん、なるほど。ゴーみたいなこうゴーンとともにこう中身がシェイクされていくんですよ水が入ってきて。 そうなんだあす,すごいそんな機会がじゃあやっぱりその果物がちゃんと溶けてその場でスムージーができるってことかそうですそうですそれはすごいし何か楽しいですねそうなんですよこの間ね初めてあの都会の,あのセブンに行った時に発見してでお気に入りでよくそれから東京行った時は,あそれはいいねで,えでもスムージーっておいしいけどやっぱりちょっと高いイメージがあるんですがそこはセブンさんは頑張ってくださいってどんな感じですか、うん と三百四百ぐらいだった気がします。またまあまあスムージー美味しいのでね。あの絶妙なちょっと高いけどまあでもちょっと一回とりあえず試して美味しければねみたいうん。今スムージーって本当に高いねどんどん高くなってね七百円とか八百円とかあるね。ありますあります。あとなんか万引き用のそうスムージーとかだともうセットで一万いくらとかで売られてたりするから。 そ,うだね、もうそこまでいくとね、ちょっとなかなか気があるんじゃないですけど、そうか、それは知らなかったな。それ何あのスムージー、今は1種類マナさんが知る限りは。いや、えっとですね、もう5種類ぐらい出てます。なんかベリーミックスとか、なんとかミックスみたいな、そうそうそう。あと野菜的なのもあるんですよ、ケールとか。いなそうか、ちょっと僕は田舎,田舎に住んでるんであるか分かんないけど。 え、それ、都内だけかわかんないよね。まあ、都内からなんだろうけど、全部の店舗じゃなさそうだね、どう見てもそう。私が出会ったのが、出会ったのは結構前で、それがなんか試運転みたいな時期だったんですよね。はいはい,はいはいはい。で、それが東京の何店舗かで、今は多分もっと拡大はしてると思うんですけど、はい、エリアがどこまで,僕が住んでる田やい田舎でもある可能性はありますか <laughs> 絶対田舎じゃないでしょう。ういやいや、田舎ですよ。都,都外ですからね。ちょっと早川さん、健康志向。 そうだからうん、うんまあ、冬にスムージーっていうのもちょっとどうなのかなってあるんですけどまあでもそうです確かに本当だ今ちょっと見たらケーこれ配信時はこれがあるのか分かりますがケールほうれん草パインマンゴーパインなんかいろいろあります、ね、冷凍ケースからスムージーをレジまでお持ちくださいってなんか,か CM 出しちゃいましたけどねこれね。そう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 、うん、本当にすごいんですよ。あいいですね。これ夏にも出てからまあそうですね夏とかが一番売れるんだろうけどまあでもありかもしれない。うん ちょっと探してみますいやぜひ、ちょっと皆様にもあの、ね、私、あんまりこれ人に話して、え、そうなんだって言われたことなくて、もしかしたら、あのえ、そうなんだじゃない、あの知ってるみたいな言われたことがなくて、もしかしたら知らない方も多いかなと思って、いやいや皆さんもよかったら探してみてください,い。ありがとうございます。ちょっと流行からすぐ遅れてしまうので、<laughs> はい、マナさんのこと,なんとかについていきと思います。 そんなところで今回も本編に入っていきたいんですけど、はいうん、今回も前回に引き続き杉山王さんのインタビューの、はいえー、第3回ですねなんか私杉山王さんもう無知であれなんですけど知らなくて、はい、調べてみたらあの本にもしかしたら言われたくないかもしれないんですけどご親族がものすごいそうそうある ね、まあ全然多分言われたくないわけじゃないと思うんですよあの、ね。東京新聞か中日新聞にもねそのまさに、えー、ご親族のことを書かれてインタビューされてますからね今回本編ではあえてそんなに触れませんでしたけど三島由紀夫さんとかそうなんです三島由紀夫のおいなんですよね、うんうん。やっぱだからアーティストとかそういう突き抜けた才能になる人はやっぱりもしかして血もあるのかとか。うんうん なんか前回のぬかがさん、ャ、ね、ッタリストのぬかが小太郎さんにしろ、はい、松山智和さんにしろ、うん、そういう環境の中で育たれてるっていうのがあるから、もしかしてそういう共通点とかあるのかなとか思ったりしたんですけど、どうでしょうね、今、マナさん、いいこと言って、そたぶん、血もないことないと思うんですけど、やっぱり個人的には、後者で今、環境って言いましたよね。だからその、うん 血が関係あるというより、やっぱりまあ当然あの逆説的ですけど、そういう環境に居やすいじゃないですか、血がつながってると。そっかそっか。だからよくあるように、なんて言うんでしょう、そういう意味ではね、こう、やっぱり、えー、血縁や環境っていうとね、元野球選手で有名な高木豊さんっていう方がいらっしゃいますけど、僕、野球全然詳しくないんで、うん、逆に後から知ったんですけど、息子さんがね、えと、ー、何人かいてですね、えー、逆に息子さんはみんな J リーガーになってるんですけど。<laughs> そうそうそう。なんですけど、その、面白いのが、やっぱり、うん、まあ、ジャンルは違えどね、お父さんがプロで大活躍した人が普通にいたら、やっぱ、その家の環境って、まあ、想像ですけど、やっぱり、うん、あ、プロになるのが当たり前なんだ、みたいなね。なんか、そういうものって出てくると思うんですよ。<ー>そういう意味では、今ちょっと思い出しましたけど、もうちょっと、こう、世代的にはどうだろうな。あの、僕やっぱサッカーが好きなんで、あの、うん、福西さん。 サッカーの福西さんってあの元ジュビロ磐田ですね日本代表にもなってまだ43日予つであの3師の方ですけどワールドカップを2回出ててであのお子さんもサッカーとかやってると思うんですけどやっぱり彼とも最近あの仕事で幸せで頂きたいなって何回かいろいろ話しましたけどやっぱりその環境にいると、うん、っていうのは言ってましたねそれが多分子供にとっては普通になるんじゃないか。 だから当然その遺伝的なねあのもの体,体格だったりそういうものもあると思いますけど、まあ、それ以上に環境なんじゃないかなっていうふうに思います、うん、つまりねあの全然話がミニマムになっちゃいますけど僕はやっぱりこう起業する前にこうやっていろんな自分のはるか雲の上の人にインタビューし続けることで、まあ、マナさんなんかそういう意味ではすごいと思いますけど、うん、学生の時なんて起業なんて起業の木の字も考えてなかったけどこうやってインタビューしていく中で ひょっとしたら自分もできんじゃないかなみたいなことだったり、アイディアが、なんかいろいろ、ね、いっぱいいいインプットをすることで、まあ、自然とこう人間って変わってくるのかなっていう、だから才能とか血も大事だと思いますけど、やっぱりどこにいるか居続けるかっていうのは非常に重要かなと。それが家だったらやっぱりまあよくも悪くもですけどね、影響を受けて叱るべきかなというふうに思います。 そういう環境に自ら飛び込むだったり、そういうのがあるからこそのっていうことですよね。そうですね。僕の場合、はそのチアあんまりそういう環境を最初からあったわけではないので、僕はその後からっていう感じですかね。それでは杉山王さんのインタビュー第三回をお聞きください。なんか今ここまでお話聞いてきて、はい、当然こうね <laughs> あの建物空間アートの話してきて、はい、あれですけどなんかいい意味でこうよく言われるかもしれないですけどなんか。 森ビルの方だけど森ビルの方らしくないというか。<laughs> まあ。ですけど。はいはい、ですけど僕ももちろん森ビルの方を知ってるわけじゃない。なんかやっぱりステレオタイプなイメージだと。まあもちろんアートもやってるし、うん、いろいろかなり、まあそれこそ面白いことできそうなフィールドだなと思いつつ、でもやっぱり伝統のある森ビルみたいな <laughs> イメージがなんかで、この、はい、ね、今、診療域企画部。はい。ということですけど、はい、今は何やってんですかはい。<laughs> <laughs> すいません。今更ですけど。ありがとうございます。今はですね、あの、<laughs> 実は三つ、はい、新しい時代の文化施設を作っています。はいはい、美術館というまあカテゴリーに入るものもあれば、はい、従来の美術館というカテゴリーをちょっと抜け出すようなものもあるんですけども、うん、2023年に二つの大きな街が東京に、はい、あのオープンします。一つが虎、はい、ノ門アザブダイプロジェクトという、はい、あの、イクラ片町とイ倉クラの間にあるところですね。神谷町のところ。はい 8ヘクタール以上の大きな街が、ドーンと大きくオープンします。はい、そこのエリアに2か2つ、文化施設を今企画しています。うんうん、あともう一つが、虎ノ門ヒルズエリアに、はい、今3棟のビルが建ってますけども、一番最後に桜田通りの反対側ですね、うんはい、ステーションタワーっていうのができますが、はい、そこのトップフロアに次の時代の まあ、新たな文化施設っていうのを作るべく企画をしています。うそれが、あともう2年もないので、そうですよね。今、それの準備をしてる感じです。これもう今年、これ今撮ってるのは12月ですけど、流れるの、まあ、多分来月の年明けてますんで、もう、来年の時が来,、ね、来年ってことですね。はい、そうなりますね。そもそもですけど、はい、まあ、 なんかお見受けするにすみません。はい、初対面なんですけども、多分、会社の中でも痛んでずっとやられてきた感じするんですけど、はい、そういうプロジェクトが当然、森部の中で、はい、まあ実際やるものやらないものもものすごい動いてると思うんですけど、はい、まあ3つの中、1つでもいいし3つ全部でもいいんですけど、はい、どういう感じ杉山さんはこう、ジョインしてったのか、まあ発案自分がしたのか、どういう感じの形になっていくんだろうと思って。ね、あのまあ、一つありがたかったのは、まあこのミュージアム、デジタルアトミュージアムが成功したことによって、はいはい もともとまあ森ビルっていうのは当然ですけども、不動産事業がメインですから、ねはい、土地を、床を貸すことによってビジネスをしていくというのがメインです。うんうん、はい。それはそれでずっとこれからもやっていくことになるんですけども、うん、これはまあ不動産デベロッパー全体が抱えている課題だと思うんですけども、街、はい、を作るときに、どうやって差別化するかって考えると、うん、床を貸してるだけですと、なかなか差別,差別化することは難しくて、うん、例えばある、 素晴らしいコンセプトを持った街ができます。はい、で他の会社が作った街ができます。うん、商業のテナントとしてリーシングをしてくった場合、必ず、まあ、この街に行っても同じ店舗あるよねと、この街に行っても同じ店舗あるよねって言って、うん、似てきちゃうんですよね。そうじゃなくて、うん、一番リスクを取れるのが、大家である不動産デベロッパーですから、はい、例えば森美術館、 は森ビルがやってますけれども、うん、一番家賃が高いトップフロアの高層階にああいう文化施設を作るっていうのって、うんはい、森ビルがだからできるんですねはははいはい、はい。ここだけで収益見てるわけじゃなくてそうかそうですねあ<の>そこ本当は一番収益出るわけですよねただこの森美術館があることによって六本木全体が良くなっている、うん、ということで自分たちでリフトできるんですよ、はい、なるほど。という形で新たな街の価値を生み出すときに、うん 床を貸してるだけではなくて、床を自ら活用し、うん、新たなお客様に評価される、うん、まあサービスなりエンターテイメントなり、はい、アートなりを作り出そうということで、今回このチームラボとしてや,やらせてもらった、この美術館がスタートしたんですよ。はい、まあそれの延長で、うん、じゃあこれがうまく成功したので、はい、また新たな街でも同じような形で、森、うん、が持ってる土地なんだけれども、うん、それを自分たちで活用して、うんはい 一般のお客様から評価されるエンターテイメント、サービス、うんはい、そういったものをアート、はい、文化などをどう作っていくかっていうことを考えてやらせていただく部署を立ち上げたので、そういった形で今スタートしたっていうのが綺いですね。なるほど。まあもちろんね、そのせ成功があって、その中で学んだこといろいろあって、はい、今延長線上できちんとあると思うんですけど、当然その まあ森ビルの中でもそうですし、まあ何か一つの、それこそ街を作るわけですから、はい、いろんな社外のか人も含めていろいろ関わるじゃないですか。はい。その中で今ふと、あの、交流もあると思うんですけど、松山智和さん。は,はいはいはい。側と、はい、えっと、逆側の話をしたことがあって、はい、松山智和さん結構パブリックアートをね、されるじゃないですか。そうですね。その時に、いわゆる、いわゆるそういう建設をする方とかとも話をすると。 つまり、言語がある意味違うと。うんうん、同じものを作る人、うん、だからその伝え方とか、いろいろこう自分でも必然的に、まあ彼本には言ってませんでしたけど、あれだけやっぱ伝えられるアーティストの方ってそんなにいないと思うんですけど、そう,ねはい、そういう意味で、まあその逆サイドというか、うん、まあイコールかもしれないですけど、うん、杉山さんもそういう街を作るにあたって、まあ森部の中でも当然そのクリエイティブ寄りの人もいれば、あの、まあビル寄りってちょっとわかんないんですけど、うんうん、あと社外の人も、はい、そういう巻き込む中で、なんだろう、 やっぱり成功していく中でというか、まあ今まで成功を導いたり、まあ当然失敗というか、はい、苦労したこともあると思うんですけど、はいはい、その中でやっぱり今改めてこの3つの街を作っていく中でも、なんか最も大切にしていることって何でしょう、ね、松山さんみたいな方とかって、自分で不動産デベロッパーだったりとかと交渉できると思うんですね。<laughs> で、なんか僕がですね、今すごく心がけてることって、はい、まあもともと僕が森ビル入るきっかけにもなった自分の出来事としては、はい なんか自分が当時あアーティスト活動をしていて、ね、街を使ったなんか様々なイベントを仕掛けてたんですよ。トッも持ってますよね。そうです、はい、トップとかも撮りましたね <laughs> で。その時に感じたことが、はい、自分が何か空間とか街を使って表現したいと思った時に、うん、すっごい方、いろんな方々の合意形成を取ったりですとか、はい、了承とか確認とかを取んないと進まないんですよ、うんで。それってなかなかしんどいことで、でね、クリエイターとかアーティストとかって、 もう少し自分がピュアな創作活動に専念できればいいんだけど、はい、そこの前段のところが重すぎたって、<laughs> 超ドロドロですよね。あの、クリアできなくなってしまうと。はい、そうであれば自分がもう街側に入ってあげて、うん、クリエイターやアーティスト側に立って、サポートしてあげることによって街が楽しくなるんじゃないかなと思ったんですね。はい、すごい役じゃないですか。ちょっと僕のマネージメントが。いやいやいや。<laughs> なのでまあ僕はなるべく、その、はい、まあ、 クリエイターとかアーティストがやりたいこととかを、街側の立場ですけれども、寄り添って実現できるようなことってもやってきてるつもりです。はい、なので、チームラボと一緒にやってるっていうのもそうですし、あと年に一回、メディアミッション東京っていうメディアアートのイベントをやってる時も、もともとクリエイターアーティストは表現の場所が欲しいと。はい、でも表現の場所ってならないので、それを街を開放して、クリエイターアーティストに自分たちの表現の場所を作ってあげようっていうふうに思ってやってますので、当然会社ですから、 携帯条件的には、すべて OK だよってわけじゃないんですけども、うんはい、ある程度、街としても使わない換算機ですとか、うん、使ってない場所とかっていうのもあるんですけども、そういうところを、クリエイターアーティストの表現の場所として解放するうことをずっと心がけてやってました、うん。まさになんかその、ちょっと肩書きわかんないですけど、はい、なんかちゅ、中、仲介者であり、翻訳者であり、あね、<laughs> 通訳者でありというか、でもなんか今ね、あの、はい、元々のお話出ましたけど、その学生時代ね、まあ、まあ、ご自身もつまり、どちらかとアーティストというか、 でそ、そっちの方で、だからまあまあ、まあ、だからこそ経由だとは思うんですけど、その両方できる人ってなかなかいないと思うんですけど、なんかどこでそういう、ある意味、話を今聞けば点と点が線になってすごい納得なんですけど、はい、アーティストで逆にその、ある意味逆サイドというか、も森ビル側に、はい、なんかどういう風にして入,入、入るに至ったんだろうと。つまりアーティストとしてその行くみたいな感じじゃなかったんでしょうか。ああ、正直言うとまあ喧嘩を感じていたと思うんですよ。う それこそ同年齢のチームラボとか、はい、ライドマティクスとかと、はい、まあ一緒にそうで遊んでいて、いろんなフェスティバルとかで一緒にやったこともありますし、はいはい、でもまあやっぱり自分としては街を表現の場所にしたいと思った時に、はい、最初自分がサポート役っていうよりも、半分ちょっともう自分がやっちゃいたいなって思ったんですよ、ね。あはい、あの当時、六本ヒルズを作ってる、はい、2000年に僕森ビル入ったんですが、はい、2003年に、はい、 六本木で竣工ですから、当時もうだだっ広い建設工事の始まる前の街があったんですねそ。そんなところがあったんだ。想像つかないですね、今。そうですよね。はい、それを見て、まあ、こんな大きな街ができるんだと。うん、じゃあ、この街を使っていろんなイベントとかを企画できたら楽しいなと思って入ったっていうのが半分の気持ちで。半分の気持ちはアーティストのサポートをしたいなっていう気持ちと言ってもありましたね。はいはい、そうすると、今はその延長線上で割っ 自然に来てるっちゃ結構。まあそうですね。ありがたいことにやりたいことをやらせていただいてるって感じではありますね。なるほど。なんかでも今、こう、いろいろ話伺ってきて、はい、まあさっきもいろいろーは出てきましたけど、はい、やっぱりアートとか建築、はい、そしてこの空間で出てきましたけど、うん、そのアートも建築も目に見えるものと、なんていうんでしょう、こう、同じかそれ以上そこにある空間が大切だと思うんですよ。うん、まあさっきもちょっとありましたけど。うん うん最も今まで影響を受けた空間ってどこですか、はい、なんかまあ、プライベートの話になっちゃうんですけれども、<ぜひ> <laughs> あの、僕は、ちょっと親戚に、はい、あの、建築をやってる、はい、あの親戚がいるんですね。はい、建築やっているおじが作った、はい、金沢にある、鈴木大雪という。あ、え、おじさんが作られたんですか<あ>僕、鈴木大雪大好きで、金沢も行ったら必ずあ。あそこです。おじさんが作ったんですけど、設計したんですけど、 あれお一個ですかそうそうそう。あの数カ月ぐらいですかいや、あの、中入って、そう。あの、離れみたいなとこ。うわ、すごいなあの、谷口、もともと僕のおじいさんが谷口出身、あの、金沢出身で、金沢にちょっといろいろと、おじいさんとおじいさんが建築を作ってるんですけど、その中で、まあ、続き大切のミュージアムをおじさんが設計して、 あそこはやっぱりちょっと特別ですよね。あそこのために金沢行くみたいなのありますよ、やっぱり。あはい。嬉しいです。僕も同じです。あの、なんか、何も考えなくていい。いわゆるその、景色を見てるんだけど、半分自分と向き合ってるみたいな空間。ですよね。でしかも、切り取られた、その、額縁の中に見える景色みたいなものも、美しいので、あの空間はすごくまあ、自分としても、 お,おすごいなっていうふうに思って。大切さんの難しい禅の本読まなくても禅を感じること <laughs> ううううですよね。ねはい、あ、よかった。早川い,いや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 。次でらっしゃって。いや、そうなんですね。うん、そうですね。そっか。え、でもそういう意味で今、まあ、空間ってとこでね、うん、あの、出していただきましたけどもっと言うと、はい、ま、せっかくなんでやっぱり、まあ、相当海外も行ってらっしゃいますして、まあ、そういう意味では東京も建築いっぱいありますけど、はい、ま、東京自体が都市か。はい、そういう意味で、えっ、ー、と、ズバリ最も、 こう今まで人生の中でインスパイアされた世界の都市ってどこですかもちろん日本でもいいですけど。えっとですね。なんか僕はニューヨークも好きだったんですが。はい、が。なんかね、ちょっと、本当かよって言われるかもしれないけど。はい。東京が好きなんですよ。いいですね。本当に、えー。本当に。本当に東京が好きなんですよね。はいはいはい。なんかこんな居心地のいい都市 <laughs> ないなと思ってはいるんですけど。はい。まあね、なんかまあ、東京に住んでる人って、はい、まあ僕もそうですけど、まあ、 みんななんか東京はそんなにいいとは言わないじゃないですか。本当はいいと思ってんじゃないですか。いいと思っているんですかね。わ <laughs> かんないですけど。東京が一番いいような気がしますけどね。うんただまあ、不便なとことかもありますけれども。うん、不便なとこって何すか逆に。不便なとこなんだろういいすよ、ね。愛してるわけだから遠慮なく。<laughs> そうですね。遠慮なく言っちゃっていいですけど。だって自然もないって言われてたら別にあるじゃないですか。その空間的には、その面積的にはないかもしれない。いいとこいっぱい実はね。 まあ一番なんかその辺知ってそうですけど。ええとね。まあ確かに電車も便利だしな。<laughs> いや一番便利ですよ、ね。便利ですよね。世界屈指ですよね。まあ混むけど。美味しいですしね、ご飯もね。あと、うん、家賃だって世界の国と比べると。まあそうか。そうです、ね、大都市と比べると、こんなにですからね。うん、いや東京が一番いいとは思うんですけどね。まあ、まあ、外見れば見るほどってやっぱありますよね。うん。え、今まで本当に東京でしかその定住って意味ではない,ない そうですね。あの、一時期、まあ、定住は本当に東京だけですね。はいはい、うちの親が、まあ、カナダに住んでる時があったんで、カナダあ<の>どこですかオタワっていう場所に住んでいて、数ヶ月間行くぐらいはありましたけど、あの、住むのは本当に東京しかないですね。脱東京を考えたこともないと。はい、うん、なんかまあ、二拠点っていうのは一時期憧れましたけれども、あま、ねはいまあ、軽井沢とかは時々行きますが、はいはい、どうしてもやっぱしね、 行き来するのはめんどくさいじゃないですか。ああ、まあそうですね。めんどくさいじゃないですか。はいはい。二日間時間があったとしても、往復の時間考えると、うん。なんなら都内でゆっくりしてる方が、なるほど。いいな、みたいな。東京のことよくわかってますしね。そう思っちゃうっすよね。なんかすいません。なんか、いいいい答えができなくて、むしろなんか東京が好きだったっていう。いいんじゃないですか。はい。なんか、でも東京を、外国人に答えるわけないです 東京ワンワードで答えると何ですかワンフレーズでもいいですけど。杉山大なりに。すごい難しいな。そういう質問は考えたことなかったな。さっきまあ、キーワードに出たんでガラパゴスにしましょうか。ですね。ああ、はい。今後も含めてね。今後も含めて。ガラパゴスになってほしいなっていう思いも含めて。ああ面白いですね。 なんか、グローバル化はやめた方がいいんじゃないですかあいやいや、そうだと思う。まあ、もともと島国ですしね。うん。グローバル化はやめて、うん、もう、いい意味でのグラポゴスを追求する東京になってほしいですね。うんうん、うん。それはいいかもしれない。まあ、それはね、もしかすると、はい、文化も含めてですね。文化も含めて。あの、やっぱり日本って、すごい長い伝統的な文化持ってるじゃないですか。まあ、それもやっぱり守っていくべきですし、うん、伝統の革新はされていくんでしょうけれども、はい いい意味でのガラパゴス化することによって、そこが個性になって、世界からまた注目されるっていうことになると思いますよね、うんうんうん。エンディングのお時間です、えー。インタビューでは皆様からの早川さんへのご質問や番組への感想、取り上げてほしいテーマなどを募集しております。えー、エピソード説明欄の URL からどしどしお寄せください。えー、またいただいたご質問等は、月末の YouTube ライブにてお答えしていく予定です。 え今月のライブは一月二十六日水曜日夜十九時からです。たくさんのご質問募集しております。あそうだこれ今までライブ配信があうちからライブとこの月末のライブ、はい。こう一ヶ月に二個やってたんですけど、そうですね。そうなんです。私たちもあの混乱してしまうということで、はい。そうですね。<laughs> ま,ま,すまあ話もね。 あの結局そのいろんなフリートークだったり Q&A やってましたけどやっぱりどんなこう、ね、質問をいただいてもその、まあ、僕自体が、ね、やっぱ答えるのはどうしてもそのあのインタビュー会う力に、えーまあ、やっぱ関連していくっていうね、まあ、いい意味でですけどなっていったりもしますし、まあ、逆に会う力のライブの中でもゆるく楽しくみたいなねフリートーク的なものもあったので、まあ、これ一つにした方がいいんじゃないかということで、えー、今月からね えー、一つにまとめることになりました。月末その月末ライブが1月26日の水曜日の夜19時からですね。はい、皆様のご参加をお待ちしております。はい また、えー、早川さんと参加者の方がお気に入りの本をシェアし合う QR カフェも、えー、1月の19日水曜日19時から Zoom にて開催されます。はい、なんか今月の早川さんがセレクトされた本めちゃくちゃ面白そうな本でしたね。あそうですね、えー。ジェンマ・エルウィン・ハリスさんの「えー、世界一素朴な質問宇宙一美しい答え」えー、ということで、えー、海外の本なんですけどもこれ現代がですね ビッグクエスチョンフロンリトルピーとということで、まあ、こでの英語もいいんですけど、うん、このまた翻訳のタイトルもいいですよね。うんうん、このタイトルだけで実は気になって買ったっていうところなんですけど、うん、この本はですね、科学、哲学、社会、スポーツなどですね、子供たちが投げかけた身近な疑問に世界の第一人者、その道の第一人者たちがどう答えていくかというですね、なんか僕もこの企画に乗っかって一緒にインタビューしたいなぐらい、すごく魅力的な本なんですけども、うん、続編も出てるぐらい。 人気の本でですね、まあ、今回はこの本を使って、えー、ま,あまさに QR カフェクエスチョンとリーディングですのでいろいろと皆さんと楽しんでいきたいなというふうに思っていますなんか私も QR カフェ参加してるんですけど参加して面白いなって思うのが、はい、う一番最初にこう、はい、自己紹介というか自己紹介タイムみたいなそうですね自己紹介ではなく自己紹介ですねはいズームでこう参加者の方がペアになって、はい、あのーうん ルウェイクアウトルームに入ってねお互いのことを質問し合ってそれを皆さんの前で発表するっていう、うん、なんか交流も深まるし質問力も上がるしそそういうういいところも面白いでですすよねそうですね、まあ、特にね今の話聞いてワクワクする方もいるかもしれないし逆にビビる人もいるかもしれないですけどああ全然ビビる必要はなくてですね逆にねまあリアル もうオンラインでもですけどやっぱ自己紹介とかってちょっと逆に緊張するじゃないですか。ましてオンラインってんで初めて会った人みたいな。で僕自身がすごく苦手なのでやっぱりいつも話したように僕喋るの、る、ま、の、あ、このだけべらべら喋ってますけど基本的には苦手で好きじゃないんですけど <laughs> 人に聞いていくっていうのはすごく。うん ねまあ、当然好きなのでその時に思ったのがこれ自己紹介じゃなくて相手をインタビューするってことだったらすごく気楽だし、まあ、もちろん楽しいよなっていうところからこの QR カフェでもねよくそういうイベントでアイスブレイクって言いますけどなんか意図的にってわけじゃないですけど、うん、これ第1部第2部とかいろいろ本の紹介ありますけど第0部でね、うん、参加した方がみんなやっぱ最初硬いじゃないですか確かに空気もね。うん、なのででそこで 1>, え1対1でね、インタビューって言っちゃうと、みんなこう重く考えますけど、いろんなね、どっから来たんですか、何してるんですかみたいなことを聞いてね、うん、え楽しく、例えば5分、10分、その2人で部屋に入ってもらって、出てくるとね、うんまあ、マナさんも経験したでしょうけど、ご自身もそうですけど、みんなもう表情やわらかくなってね、うん、空気がね、一気に温まりますよね。そ,うそ,うそ,うそこをね、えーまあ、それがある意味、この QR カフェのそう,そういう意味では第0部なんですけど、クエスチョンってことでね。 あの別にインタビューとか構えなくても実は質問することの楽しさ対話することの楽しさもっと言うとこれがインタビューの楽しさということでなんかインタビューっていうとねいつもみんな遠く考えちゃうと思うんですけど実は誰にでもね喋ってる限りすべてが個人的なインタビューかな対話はインタビューかなというふうに思っているので、まあ、そういう意味でも楽しんでもらえたらなというふうに思います。えー、1月の19日水曜日の19時からなので<っ>、えー、皆様のご参加をお待ちしております。 さあそんなところでお別れの時間が近づいてまいりましたが、はい、最近ねもうより一層寒い日が続いていますが皆様どうか体調を崩すことなくお過ごしください。はいということでまた次回皆様とお目にお耳にかかれますことを楽しみにしております。ごきげんようさよううさなら <music>